はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、ペインターズコロシアムやっていこう。で、このダンジョンクリアするとあれかな、まあ、報酬、素材の報酬が手に入ったり、まあ初クリアで原価値確定ガチャが手に入るんで、まあ、結構ね、で回ってみた感じ美味しかった、そこそこ美味しかったんで、ちょっと今日はね、この周回編成組んできた。これね見てこれ、原画図、あの無課金キャラのカラフルパレット、これログインでもらえるかな、ログインでもらえるカラフルパレットを編成に組んだって感じかな。この回収の原画図を使っていこうか。これまあ普通に素材集めて、まあ、進化すればで作れる、誰でも作れると思うしって感じかな。で使っていこう。で8ターンで無効貫通、これが強いと思って持ってきた。で今回マジでねこの編成さ、もう本当に自分で組んだは自分で、まあ、自画自賛になっちゃうけど、すげえってなっちゃったでこれね、回収毒目覚め耐性を振ってる、まあ一応ね、ボスとか道中でやってくるね、これ毒目覚めが欲しいと思ってる。でマルコシアス、まあ、マルコシアスはバインドスキブ封印ですね、まあチーム HP とで3ターンチャージで持ってきた。この武器は正直初手1回走でバインド飛んでくるんで、バインドがないと怖いね。だからバインド武器つけれる3ターンチャージ武器だったらまあいいかもしんないって思ってるね。で、カンウ、スキブプラス上限振って、で、マッハのティアラ、これはスキブとチーム HP でリラチェンですね。今回カンウ、緑カンウにリラチェンしていこうと思ってる。で、まあスキブもあって強い。このリラチェン武器これ強いね。で、上限振ってると。で、このスキルも相当強い。でアルテミス、スキブプラス、ここ本当はね、上限でもいいけど、まあ、火力足りてるんで、まあ、上限でもいいし 1.5 倍でもいいし、どっちでもいいってこと、どっちでもいいって感じかな。でこの武器ね、サムライロック来たこれ出番来たって感じで、サムライロックの砲杯、これがね自動回復めっちゃ持ってて、コンボドロップで持ってきた。まあ、正直ここの代用はめっちゃあるね、正直めちゃくちゃあると思ってる。まあ普通に、なんだろう、2ターン吸収続く、2ターン以上吸収続く武器だったら本当に何でも OK だと思ってる。まあ、これの武器は自動回復あって、多少これ6000回復できて、まあ、コンボドロップ補えるしね。これでまあ全部でコンボドロップ4つあるんで、まあ、この4つ分生かしていこうっていう感じなんだけど、まあ、この武器なければ本当に今2ターン続く吸収武器でいいかなと思ってる、正直。で、ちょっとまあ一応自動回復これ欲しいなと思ってるわ、一応ね。でノルディスは7強で上限で、アレキサンダー、まあ、弱化対策とスキブプラスで持ってきたって感じかな。まあ、チーム HP も結構、チーム HP を結構ボランとね、しんどさがあると思ってる。でノルディス7強で上限で、シファのブローチ、まあ、スキブプラスかな、まあ、スキブプラスとチーム HP で持ってきたって感じかな。まあ、この武器もまあチーム HP 武器でスキブ武器だったら、スキブプラス武器だったらいい気がするな。で3体目が7強で上限で、ビンリンかな、ビッグマムの武器、ビッグマムの武器は、自動回復6000と泥強ですね。まあ、この武器もまあ無課金武器だし、まあいいなと思ってるんだ。でバッチが HP ね、やってこう。よし、でまず1回が、レン君ね、これなんかあれにありそう、なんだっけ、これ打ってこうか、あれにありそう、なんだっけ全然思い出せないけど、バクマンにそんな感じのレン君ね。これ打って、ノルディス3回進化していこう。スキル進化していこう。OK。で、サムライロック。サムライロックから打っていこう。サムライロックから打って、で、これマルコシアス3ターンチャージして、で、ノルディス打って、ずらして倒していこうか。OK。それで倒していこう。いいね。これでまあ10コンボいったけど、また倒せるかな。コンボドロップあった方がいいけど、まあ、正直なくてもまあ全然 OK だと思ってるわ。で出ておいでと。いいね、この子、オリーちゃん。イルカかわいいね。イルカこっち見てんな、めっちゃ。で、これ、まあ、マッハのブローチでしっかり耐えるって感じかな。で、12、3、4、5、6、7、8、19、20で倒せるから、吸収も続いてるんで倒せると OK。で、次がね、2択なんだよね。エリオかパステルか。でパステル出てきたら核戦向こう飛ばしてくるんで、まあ正直今ここね、エリオが登場しても、まあ、核戦向こうこのカーンを使ってもいいかもね。回復って意味で、まあ、この回復いっぱい買うち50ペイ回復するって意味で使っていいかもね。全然3回走で使うっていうことにしようか。これで
21コンボ IC だと倒せるかな。 OK 倒して回復もしっかりできると。で次4回とメルティ、メルティはまああれかな、ルーズソックスね、これ6コンボ吸収しているけど、まあ全然これはずらして倒せると。 OK でこのピースかわいいね、なんか本当に JK みたいな、本当今時の JK みたいな、プリキュア取り、プリキュア取りてえな。取って倒していこう。で5階層クロエですね、クロエは吸収かな、そう吸収なんで、でこれがねめちゃくちゃカチッとハマった、俺のこの編成カチッとハマったんがアルテミス、これ打つんだ、ここクロエだったら、まあ、クロエしなくてもまあ打ってもいいんだけど、まあ、クロエ出てきて、これアルテミス吸収ですよね、吸収、まあ2ターン続く吸収打っていくと。アルテミスのスキルがもうぶっ壊れてんだよなマジで。でこれ6階層がこれなんで、あの無効貫通してくるんで、いやこれが継続すると、いやいいねでこれが継続するんで、向こうがまあ回収でもあれかな、回収も確かあれかな、向こう張ってくるし、まあその継続スキルで倒していこうって感じかな。で17、18コンボ OK で倒せるかな、 OK 倒せます、 OK で次が7階層、これねイライザ、池田エライザね、これエライザは、まあ、これカーン、じゃあノーディス言ってずらして倒していこうか、これで倒していこう、うんいいよいいよこれで、まあ、特にもう本当にずらすべきかな、カーンをところどころで打ったり回収打ったりアルティミス打ったり、であとはもうノルディスをずらすだけだと思ってるんで、まあ大丈夫でしょうと。でここ先生あるね、でっかいでっかいでっけえ先生あるんで、まあ、これカーンしっかり回復して、カーンでしっかり回復して、でノルディスずらすと、でちょうど止まるんだよねこれがこの回収の原画図、これがちょうど止まるんで、まあ、この子はこの子はちょっと請求書だったかな、この子はまあこの2択なんだよね、火か光かのこのバニアルシオン系なんだけど、この子はまあ属性吸収だから、まあ、あんまり強くないんで、まあ、この 火のアルバニスの方だったら、まあ、回収半分値回収打ってって感じかな、で倒せる、これでまあ周回完了 QED と。 OK これでまあ倒せた、うんどうすかこの編成どうすか、ちょっとうわすごい、何これ報酬やばくね、上限2体落ちたうますぎだろ、ちょっとうますぎるねこれ本当に、だからこういうことも報酬 も狙えるんで、めちゃくちゃ美味しいねこれ報酬ですと。でガチャもあるかな、ガチャもいっぱいちょっとあるって感じか、まあガチャはまあいいか。でこの編成ね、回収原画図で周回できたと、これはねまあログインでカラフルパレットもらって、で素材をなんか、素材ってどこだ落ちるっけ、これかペインターズロードで落ちるんかな、まあ、初級中級上級で落ちる絵の具とかを拾って集めて、でまあこの虹とかにして絵の具にしてって感じで、まあ、回収の原画図作れば、まあ、全然周回できると思うんで、まあ、ぜひとも真似してみてはって感じかないやいいねこれ、なかなか、いやアルテミスで活躍したな、アルテミスとこのサムライロック強かったね、よしでバッチは HP でした、よし終わろう。